掛川市は市が所有する温泉施設大東温泉シートピアの民間譲渡先の候補者として静岡市の企業を選んだと発表しました掛川市が所有する大東温泉シートピアは利用者の減少や施設の老朽化などを理由に去年から民間の譲渡先を探していました今回候補者となったのは 旅館の再建などに実績のある静岡市のリバティですリバティは現在静岡市駿河区の温浴施設リバティリゾート久能山などを運営しています事業計画では来月から日帰り温泉を改装しながら営業しオートキャンプ場や宿泊施設の整備を予定しています今後現在開会中の掛川市議会での議決を経て正式に譲渡先として決定します